根室駅は東根室にこそ負けても日本で最も東の駅と言ってもいいくらい東の駅です。それでも本土最東端にはほど遠く、ここから40分以上バスに揺られなければなりません。乗り込んだ根室交通のバスにはなんとボックスシートがついていました。まだリニューアルされてない国鉄車両や首都圏の平たい家屋の座り心地明治杯からのシートなんかでよく採用されていますが、バスでこれを採用するというのは見たことがないですね。調べてみても結構稀有な存在みたいです。せっかくなんで座ってみましょう。足元の窮屈になりがちなバスにしては結構ゆとりがあるんで、これは割とありです。ちなみに車内は列車のそれと比べそこまで混雑していませんでした。実は納沙布岬ほか根室の観光地を回るツアーバスというのに運行されていて、乗っていた人たちはみんなそっちに行っちゃったのです。8時20分、60年の長きにわたって端っこ大好きな物好き旅行者たちを見てきた根室駅舎に見送られ、最果ての渡し船、納沙布線のバスは静かに、やかましく動き出しました。地域の大半が根室半島に含まれる根室市の人口はおよそ2万5000。その人口の多くがこの根室市街地に住んでいるため、これまでの線路の不毛さと比して街中はとても賑やかです。車がひっきりなしに道路を行き交います。道路もまた片側2車線と立派です。なお住人に歩くという発想はないようで、歩道には人影の一つすら見えませんでした。八坂町1丁目交差点を左折します。続く道も立派なため注意しなければそうだと気づけませんが、ここは日本最東端の国道44号の終点です。そう、ここから東に国道はありません。石垣島から海の上も通って続いてきた国道はここで尽き果てます。これからバスが通る道には数多くの日本最東端がずらっと並びます。何か見かけたらとりあえず日本最東端のという接頭地をつけとけばそれで正解になると思います。適当に私が見ただけでも最東端4位、病院、コンビニ、ガソリンスタンドがありました。賑やかといっても人口2万台の根室の市街地は非常にコンパクトにまとまっていて、10分も走ればもう市街を出てしまいます。街を出た途端に景色は一転、人の頃の建物は一斉に引いていき、辺り一面荒れ地の荒涼とした眺めが広がります。南風が冷たい海に冷やされてできた霧も寂しさわびしさを演出します。まさに最果てにふさわしい情景です。今でこそ何の気なしにバスで走れる根室から納沙布岬に通じるこの道ですが、その昔はそろばんと呼ばれるほど道がデコボコしていて、とても使い物になったものではありませんでした。これを解決するための真っ当な交通手段となるべく登場したのが、日本鉄道史上最も太陽に近い鉄道である根室拓殖鉄道、通称ネムタクです。メイ列車というのは全国に多々存在しますが、ネムタクは存在そのものがメイと言っていいでしょう。このワードで画像検索したら多分山奥で崩れかかってるボロ小屋みたいなのが並ぶと思うんですが、あれを列車と言い張って運行していた鉄道です。この鉄道は滑り出したその時から順調に滑り出しており、まずレールが足りなかったので予定していた終着駅まで線路を伸ばせず駅の位置が動きました。鳴り物入りで買った機関車は早々に池ごちゃ。後々確認してみたら、そもそも機関車の重量が重すぎて豆腐並みの強度の路盤の上をまともに走れるわけがないことが判明します。雪国なのに雪で運休、片道10回脱線、その度に乗客みんなで頑張って戻すなど、まともに走った方がむしろアクシデントといった状態でした。最も有名なのは晩年導入された銀龍号。ネムタクで検索したら大量ヒットする機動車で、強そうなネーミングに反して灰田翔子の描いたバスがそのまま飛び出してきたような衝撃的な見た目のギャップによって今でも多くのファンから愛されています。結局1959年根室拓殖鉄道は利用者増加に耐えられずにバス転換。始まりから廃線理由までトッポ通ってくらいに名要素の詰まった鉄道はこの世から姿を消しました。30分ほどかけて歯舞村までやってきました。北方四島の一つの歯舞群島と混同しそうですが、昭和の大合併まではここは歯舞村という一つの独立した自治体で、歯舞村の総域の島々だったから歯舞群島です。さっき紹介したネムタクは歯舞村と根室を結ぶために作られた鉄道で、この村に置かれた歯舞駅が日本鉄道史上最も東の鉄道駅だったのでした。歯舞の東隣、知名度がないことで道内屈指の難読地名となっている五葉前を過ぎると、ついに霧の中でも岬が見えるようになります。最も目立つ施設はあの塔です。スカイツリー張りに雲に頭を突っ込んでいるあの建物はオーロラタワー。領土返還運動の一環で昭和62年に建てられて以降すでに3回ほど名前を変えている建物で、高さは100メートル、老塔では最も高い建物で北海道全体で見てもかなり高い部類に入る建造物です。あまりに高い上に夏場は頻繁に霧が出るため、あれタワー解体されたと勘違いする人もいるそうです。
日本の最果ての展望台で、北方領土もよく見える場所なのに、意外に人気はなく、いつ来ても大体ガランとしているという情報もありました。9時4分、終着の納沙布岬停留所に到着。このバスに先駆けて出発したツアーバスが駐車場に停まっていました。生まれて初めての本土4局。ここに来たらやらねばならないことといえば、やはり北方領土の観察です。天気が良ければ群島に加えて、北の方に国後島の泊まり村が見えるはずなんですが、あいにくの天候です。せいぜい8キロ離れた歯舞群島水晶島が関の山です。最も近いのは、岬から 3.7 キロの貝殻島。沖ノ鳥島タイプの島に無理に灯台を建てたもんで、海の上に茶柱が立ってるみたいな見た目になってるのが特徴です。小さすぎてよく見えませんでした。現在の国境は貝殻島との中間地点の本土から 1.8 キロの地点に引かれています。全ての国境が海上にあって、国境というものに縁がない日本人にとって最も国境を身近に感じられるのがこの納沙布の地です。海の上に浮かぶ島なんてのは今までいくらでも見てきましたが、実質よその国になってる島を見るのは今回が初です。泳げばなんとか行けそうな気がするし、根室の港から普通に船が出てそうな島なのに絶対に行けない。国境というのは妙なもんです。北方領土のこれ以上の話は地政学とか政治に詳しい人に任せるとして、もう一つ納沙布岬の名所を見て回りましょう。北海道最古の灯台、納沙布岬灯台です。今の灯台は昭和に入って建てられたものですが、木造八角形の初代灯台が建設されたのは明治に入ってわずか5年のことです。目の前に広がる五葉米水道が暗礁の多数転がる海の難所だったことから早いこと作られたみたいですが、当時はなんか企んでるロシアとの兼ね合いで、主に北の国境線を取り急ぎ決める必要があったので、それの関係でどこよりも優先して北海道本島の端っこに建てられたんじゃないかなぁと想像したりもしちゃいます。それにしても綺麗な海です。優美な日本海の岩肌を台無しにする目障りな谷はここにはほとんどありません。大腸菌だって一匹も泳いでいません。岬からの眺めのイラストが載った到達証明書を手に入れ、9時55分のバスで岬を去ります。帰りは丘川の席に座りました。日本の海岸線というのは基本的に目の前まで山が迫ってきているため、海側とは逆の席に座ると悲惨です。一生壁を見続けることになります。一応達者趣を嫌わすという、極めた人間は何事にも趣を感じられるという意味の言葉がありますが、高速移動する岩の壁見て楽しいとか言ってる人間のくぶくりんはただこじらせてるだけだと思います。一方で根室半島はほとんど山がなく、ほとんど酪農用の牧草地帯か湿原になっているので、丘川に座ってもだだっ広い草原を眺めることができます。青春が XP のブルーライトな人たちにとってはなんとなく懐かしさを覚えるであろう、この草生えた丘を見ればわかるように、案外根室半島は高低差が激しいです。国土地理院の地図を見ても幾度となく等高線を横切っていますね。岬に向かうバスは途中からはほとんど誰も乗ってこなかったんですが、今度は朝の時間帯で中心街へ向かうバスだったんで、そこそこ地元住人が乗ってきました。ただし大半の人は悲しいかな根室駅に着く前に降りてしまいました。激しい上下運動をするバスに揺られること40分、根室駅に戻ってきました。ツアーバスが戻ってきたのはこの10分後くらいでした。そっちの乗客が駅舎にそろそろ流れ込んでくるのと同時に、釧路からの上り第2便も到着します。今度の列車は観光客向けらしく、なんだか派手な車両でやってきました。指宿の玉手箱っていう12秒丸出しの列車が鹿児島の方にあるんですが、こっちもそれに負けず劣らずの奇烈な塗り分けの車両です。後ろについてるのは老頭森の恵み号。普段は根室線の新徳釧路間のみでの活動で花咲線にはやってこないんですが、このシーズンは乗客層を見越して臨時で増結運転をやってたみたいです。なんで写真を撮らなかったのか、甚だ疑問でなりません。11時3分、霧はすっかり晴れ、気温も25度まで上がった根室駅を後にします。25度といえば、湿度にもよりますが冷房を効かせないと、なかなか暑苦しくて居心地が悪いくらいの、いわゆる夏日と呼ばれる温度です。しかも太陽もまだまだ昇る余地を残してる、11時過ぎでこれです。と書こうとしたところで、根室はとても東にあるということを思い出しました。この日の根室市の南中時刻は11時15分。もうあと12分ほどしかありません。もうかれこれ1年経つのに、今になってやっと東に行ってたんだという感覚が湧いてきました。結局この日の根室の気温は27度にまで上昇することになったのでした。平均して年に9日しかない夏日となりました。しかしそんな暑い日も大丈夫、この列車には19世紀最新の冷却システムがついています。懸命に首を振って、こちらに熱風を吹きつけます。
焼け石に水というより焼け石をぶつけられてる気分です。しかしそんなデメリットはすぐにどうでもよくなりました。外を見ればだだっ広く草原が広がっています。鹿の親子が林に飛び込んでいく様子も見えました。相変わらず霧が立ち込めて陰気臭い美観の牛湿原は見る者に涼しさを与えます。2時間半延々と都会の喧騒で進んだ心を洗われるような光景を見せられ続け、出発した時は暑くて心の中で文句を垂れていたことなど、釧路駅に到着する頃にはすっかり忘れてしまっていたのでした。次に乗るのは14時16分発の釧網本線の列車です。観光路線として JR が大プッシュしてる路線なので早めに並ぶのが吉でしょう。民衆駅として建てられた釧路駅に入ってるおにぎり屋さんでおにぎりを3つ買い腹に押し込みます。ちょっと多いですが、この先夜9時に到着する旭川まで補給はありません。これくらい入れておかねば途中で力尽きます。出発30分前にホームに来たってのにすでに10人ほども並んでいました。本当に早めに上がっておいて正解だったと思います。釧網本線といえば釧路湿原、線路は湿原の東の端の部分に敷かれているので網走に向かって進行左側を確保するのがいいでしょう。この網棚を見ればわかるようにまだ出発まで時間があるのに車内はとても混雑していました。そろそろ立ち客が出る頃でしょうか。なお私の隣にはまだ人が座っていません。いつまで経っても人が来ません。とうとう列車が出発してしまいました。ざっと車内を見渡すとどうも私の隣の席が最後の一席みたいです。隣に人が座ってこないことは嬉しいことです。しかしここまで露骨に人が来ないとなると自分が何かおかしいのではないかと勘ぐってしまいます。何か事件が起きた時真っ先に怪しい人を見ましたと言われてしまうオーラが出ているんでしょうか。それとも私の隣に招かれ去る客が座っているのでしょうか。あるいはハンディカムがそんなにおかしいんでしょうか。でも中華機みたいなカメラ持ってるおじいちゃんもいるからそれはないでしょう。結局東釧路から乗ってきた人が座り、この列車の座席は全て埋まることになったのでした。いつから使っているのかわからない国鉄フォントの駅名板、昭和31年改築とは思えないくらい老けた駅舎の相乗効果でなんだかここだけ時間がずっと止まっているように感じます。そんな昭和時代の化石みたいな駅から釧網本線の旅は始まります。ゼロキロポストがこの東釧路駅にある以上、起点は東釧路で終点は網走ということになるんですが、列車番号は終点網走へ向かう方に上り列車を意味する偶数が振られ、反対に起点の東釧路へ向かう列車に奇数の番号が振られています。釧網本線がもともと網走本線として網走駅を起点に工事が進められたことの名残だそうです。十勝平野を横断する釧路本線が完成し、次はオホーツク沿岸を目指して線路が建設されました。分岐点は帯広の少し東の池田駅、ここから地北峠を越えての付け牛に至り、東の網走に向かった後沿岸を南下して薩鶴に至る路線です。網走本線と呼ばれていました。1929年に予定してた終着の薩鶴に到達した頃、南の釧路駅からは釧網線として線路が伸びてきていました。これが1931年に屈斜路湖外輪山の野上峠でドッキングし釧網本線となったのでした。根室本線と分かれて線路は北へ、釧路川の支流別府川を渡って次の駅の洞爺駅に至るまでは釧路町の街の眺めが広がります。洞爺を過ぎてからがいよいよ本番、林の間からヨシとスネに覆われた湿原が望めるようになります。ここから20キロ先の茅沼駅に至るまでかなり長い間にわたって線路は釧路湿原の脇をべったり走り続けることになります。奥に大きくて黒いキノコ状の建物が見えます。釧路の町の守り神岩ぼっき水門です。線路から見えるのは1990年に建てられた新しい方です。古い方、人呼んで古ぼっき水門の方は掘っ立てるだけ掘っ立てて生涯一度も使われなかったことで有名な水門です。大正半ばに起きた大水害をきっかけとして水をせき止められて、かつ平時は釧路川周運の船をビューッと通せるように岩ぼっき水門は建てられたのですが、完成したその年に釧網本線と新釧路川が完成し、そっちに物流のメインルートを取られたもんで水門は全く活躍の機会がなく、2代目に切り替わるまでの60年間とうとう一度も水を噴き出すことのないまま退役となったのでした。ただそれでも有事の時は役に立つようで、1990年には老朽化を理由に建て替えられたのでした。線路から見えたのは2代目の方です。御年90の初代の方も大変趣ある風貌をしているとして釧路湿原の名所となり、カヌーの発着場として取り壊されることなく余生を過ごしています。走行してる間に釧路湿原駅に到着します。湿原屈指の展望台、舗装下展望台の最寄り駅として1988年に開業した釧網線で最も新しい駅です。
なお車窓はというと、いくら切ったり対策したりしても棒フラのごとくうじゃうじゃ湧いて出てくるハンノキによって台無しになっています。ハンノキは希少な湿原の生物層を破壊する悪役として扱われがちな、惨めで哀れな救いようのない植物です。通常湿原では土壌が水に満たされて酸素濃度が低く、大きな木は成長できないのですが、ハンノキについては生命力がゴキブリなので普通に育つことができます。かつては湿原を破壊する有害種として駆除の対象でしたが、最近はハンノキの増殖は自然の流れということで考え方が変わってきています。ハンノキ林の間から釧路川の蛇行する様子が覗き、道路駅に到着します。今時珍しい客車の観光列車のノロッコ号はここで折り返しとなります。しかし釧路湿原の車窓がピークに達するのはこの先、道路から茅沼駅までの区間です。ノロッコの乗客はそこで降ろされ、新たに道路から先の切符を買うことになります。一番いいところで、この先はファンティアと書かれるようなもんです。で、今見ていただいてるのがその一番いいところなんですが、こう綺麗に太陽が照ってしまっていると、湿原というよりサバンナといった方がピンとくるような光景になります。空にはタンチョウ、陸にはエゾシカ、川にはイトウ、これが釧路湿原の代表的生物です。でもこの光景ならハゲタカとかシマウマを置いていた方がむしろ自然です。 SSR 環境生物タンチョウツルの排出率が圧倒的に高い茅沼駅は釧路湿原の北端に位置する駅です。つまりこの駅に来てしまったら湿原区間はもうおしまいということです。しかしそれは釧網本線からはもういい景色は見られないということではありません。今度は肥沃な土地に畑がびっしり整えられた人間の作った絶景を見ることができます。この黒巻き合成でいい感じに透明になりそうな真緑の畑は多分北海道の看板農作物の砂糖大根ということでいいと思います。画像検索したら似たようなのが大量にヒットしました。どうやらビートは暑さに対して氷のように弱いようで、熱帯夜になるようならそれだけでダメになってしまうそうです。これでは本州では栽培できるわけがありません。その次に見えたのは牧草地です。列車に乗った人間が口からよだれを垂らして視線を牛たちに送ります。しかし近くに雪印の磯分内工場があるので、多分あれは乳牛です。言われてみれば巨乳な気がします。牛たちもまた箱に牛乳に詰められて運ばれていく人間を哀れそうに見つめています。湿原のピークは茅沼までなんで、そこで降りていく人も多いかなと期待はしていましたが外れ、むしろ余計に人が乗り込んできて、車内の乗車率はラッシュ時の新快速並みに跳ね上がります。反対側の景色はほとんど見えません。大繁盛です。しかし釧網本線の平年の輸送密度は400を少し割る程度、この年は238でした。とてもそんな数字の先駆だとは思えません。しかしよくよく考えればこの列車は列車ですらありません。ただの原動機付き箱です。これが1日5往復峠を越えない区間運転が釧路網走から2往復ずつ、そして今は半額フリーパスかつ18切符期間。なるほど、案外この数字は妥当なのかもしれません。そしてこの町は標茶町の中心街です。実は道路駅のだいぶ手前あたりからずっと標茶町の町域を走ってたんですが、30分も湿原と牧草地をかけてやっとこそ市街に到達できました。中央駅はそのものズバリな標茶駅、根線台地を2つに割いて沿岸の標津に至っていた標津線の起点駅であり、冬季に運転される SL 冬の湿原号の終着駅でもあります。牽引機の C11-171 号機はもともとこの町の児童公園で子供たちの遊具として余生を過ごしていましたが、58歳となった1998年に叩き起こされ、翌99年から北海道の各地で活動を再開することになりました。標茶からはしばらくの間景色はお預けです。鉄道林がびっしりと生えているからです。でも時々爪の甘いところがあり、そこからこうして牧草地のようなものが見えます。しかし肝心の牛がありません。今日は暑いから牛舎に退避しているのでしょうか、それとも車に乗ってお出かけしたんでしょうか。雪印の工場で有名な磯分内に到着し、弟子鹿の中心摩周へ、そして見かけだけは美幌峠の最寄りのビルワ駅を出る頃には周囲はすっかり山の景色となっていました。今まで駅を出るなり猛加速して、悩みなんて何もない頭とこはるのブレインレス人間のように軽快に走ってきた列車も、足取り重そうにとぼとぼ線路を歩いていきます。生まれて初めての挫折を経験したんでしょうか。どうしたん、話聞こうか。お悩み相談に乗ってあげます。でも多分その悩みの種の一つは我々客室に山と積まれたおしゃべりタンパク質でしょう。多分7頭くらいは乗ってるので結構バカにならない重量です。しかし最大の悩みは川湯温泉駅と緑駅の間にそびえる釧路の国と北見の国の国境をなす峠です。勾配は 25%、坂道への耐性がママチャリ以下の鉄道にとっては大変な難所です。頂上に掘られた仙北トンネルは全長549m。このトンネルの竣工をもって釧網本線が全線開通を迎えることになった難所です。
トンネル抜けるとそこは北見、知床半島から稚内礼文島に至る長大な領域を誇る最北の両生国です。オホーツク海にあえて日本での呼び名を与えるなら北見海あたりがうってつけでしょう。そんな北見の一つ目の停車駅は緑駅、名前の通り緑あふれる緑に飲まれた駅です。まさか周りが緑だから緑駅とか名付けたんじゃないだろうなと思ってミキを見たら、本当にそんな感じで付けられたんだから反応に困ります。犬の名前でももう少し迷うと思います。元は神サッツルという洒落た駅名だったのに、なんでこんな消しのみほどもないセンスの名前にしたのか、とても謎です。さて、釧網本線の旅も後半戦に入りました。時間が押してるので巻き気味で行きます。北見側の平地に広がるのは、これは玉ねぎ畑ということでいいんですかね。葉っぱがトゲトゲしいんで多分玉ねぎだと思います。湿原の見えていた左窓にはひたすらに長沢くんの植わっている光景を眺めることができますが、右からはそれに加えて遥か彼方に知床連山の看板砲シャリタケが顔を覗かせます。この日の天候は快晴、地表から1547m まで一糸まとわぬ姿を惜しげもなく見せつけています。それだけに車内が混雑してカメラを向けられないのが残念でなりません。今年3月に廃駅になったばかりの南斜里駅です。奥に見える道は霧板の道道線号、この先間もなく国道30/334号とぶつかって終わります。中斜里に近づくと閑静な農村のど真ん中に不釣り合いに大きな工場が見えてきます。ここら一帯で取られた砂糖大根から砂糖を作る製糖工場です。工場が後ろに過ぎ去っていくとすぐに町に入ります。オホーツク海南端の町の斜里、そしてその中央駅で世界遺産の知床の玄関となる知床斜里駅に入ります。半世紀前までは根北線が分岐していました。人類が初めて人工衛星を打ち上げた1957年に開通し、まだ SL がバリバリ現役だった1970年に廃線になった日本最短命の鉄道路線です。最終的には知床連山を越えて根仙台地に入り、標茶から分岐してきた標津線と合流して完成を迎えるはずでした。工事の途中での廃線だったため、今も知床の山奥にはやけに立派なコンクリート橋が眠っています。斜里を出てからはオホーツク海の沿岸に敷かれた線路を走ります。車内混雑してるので映像はありません。昔はほとんど列車に乗ったままオホーツク沿岸の旅というのができて、冬なんかになると流氷見物しながら斜里から稚内へという予定を組む人が多くいたそうなんですが、国鉄再建法以降次々と姿を消していき、現在残されているのは釧網本線網走斜里間の40キロ足らずとなったのでした。あの時代に生まれていたらどれだけ楽しい旅行ができただろう。もし国が採算度外視で無理やりでも線路を維持してたら、この旅行はどれだけ大変なものになっただろう。1964年9月号の復刻時刻表や国鉄予定線の一覧なんかを見て想像してみます。しかしどれだけ妄想してもただ虚しくなるだけですし、たとえ鉄道が廃れても今には今の旅の楽しみ方があります。LCC はもはや北海道を隣の県レベルのところにまで近づけてくれました。かつては行くのに丸1日だった北の大地をちょっと贅沢な週末旅行感覚で楽しめます。今見てるこの素晴らしい白鳥の湖東仏湖の夕焼けも思い立った翌日には手に入ります。廃止された鉄道の大半はそれに対応するバス路線が用意されています。バスの旅だって悪くないものです。道路もきっちり整備されたので自分の思うがままに車かバイクを操って北海道を駆けることができます。ニコニコやつべを使えば自分の旅行記を作れます。インスタを使えばリアルタイムで自分充実してますアピールができます。不幸が起きればツイッター、ツイッター民は人の不幸が大好き。みんな反応してくれてそれはそれで自己顕示欲を満たせます。17時17分、3時間かけて終着網走駅に到着。灼熱の車内ゆえ釧路で買った 1.5 リットルのポカリスエットは当の昔に空になりました。新しいペットボトルを買わねばなりません。あとついでに次の特急オホーツク号の指定券を。もうあんな混雑した車内はごめんです。なんならグリーン券を買うことだって厭わないでしょう。グリーン特急券だけを買えばグリーン車に乗れるんです。しかし存外自由席は空いていました。思えば車内の顔ぶれはほとんど花咲線で見たじいちゃんばあちゃんでした。もうここから先旭川や札幌に向かう気力がないのでしょう。というわけで次は石北線特急のオホーツク号の自由席から始まります。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルでは旅行動画を、概要欄から飛べる解説チャンネルでは交通に関する解説動画を週1から2本のペースでアップロードしていく予定です。チャンネル登録をしていただけると通知が来て便利ですし、私が嬉しいのでぜひよろしくお願いします。